今回はドラムの2ミックスサンプルを音色ごとに分離可能なプラグインリグルーバープロの解説を行っていきます。リグルーバープロは複数の音色が混ざって構成されているドラムループのオーディオデータを音色別に分離することが可能なプラグインです。キックやスネア、ハイハットなどが含まれているドラムループを使おうとした際に特定の音色が曲に馴染まないためループから取り除いたり別の音色に差し替えたいなどといったケースは多く存在するかと思います。そうした際にリグルーバープロは有効なツールとなります。基本的な使い方はとても簡単で使用したいオーディオサンプルをドラッグ&ドロップを行うだけで音色ごとにトラックが分離され各トラックを個別で調整することが可能となります。早速新規で立ち上げたリグルーバープロに対してオーディオサンプルをドラッグしインポートしていきましょう。読み込みが完了すると即座に自動解析が行われループに存在する各音色はこのように個別のトラックへと分離されます。分割された各トラックはレイヤーと呼ばれ、各レイヤーはそれぞれインポートしたサンプルをループ再生します。この時、サンプル全体ではなく、一部分のみをループしたいといった場合は、こちらからリグルーバー全体のループ範囲を指定することが可能です。また、レイヤーごとに独立してループ範囲の変更も行えます。その場合は、各レイヤーのこちらにあるループ範囲のスタートとエンドポイントを設定することでリグルーバーは設定範囲をループし続けます。次はレイヤーの分割設定について解説していきます。サンプルをインポートした直後の状態では、自動的に4つのレイヤーで分割される形となりますが、こちらのレイヤーズの数値を変更し、スプリットを押すことで4から6の間でレイヤー数を設定できます。使用するサンプルに多くのサウンドが含まれている場合は、レイヤー数を増やすなど、使用サンプルに合わせた設定を行っていきます。こちらのアクティビティは、サウンドの解析、分割を最適にするために調整するパラメーターとなり、使用するサンプルの複雑さ度合いをローからハイまでの3段階で指定します。分割された各レイヤーのサウンドが意図とは異なった場合には設定を変更、そして再度スプリットを実行し調整を行っていきます。このように設定値によってスプリットされた各レイヤーのサウンドが異なってきますので、サウンドを確認しながら設定していくと良いでしょう。もし分割されたレイヤーの中に不要なサウンドが含まれてしまった場合には、不要箇所を別のレイヤーへと移動することも可能です。今回はこちらのキックのレイヤーにキック以外の波形が入ってしまっているため、これを別のレイヤーへと移動していきます。その場合はこちらの消しゴムボタンを点灯させ、波形の中から取り除きたい箇所をダブルクリックし範囲を設定します。次にスプリットを実行することで、このように選択箇所のサウンドは自動で他のレイヤーへと移動されます。この時にグリッドに沿って範囲選択を行いたい場合は、こちらから任意の長さでグリッドを表示させることでグリッドに吸着する形で範囲選択が可能です。特定のレイヤーへと移動先を指定したい場合は、移動元と移動先以外のすべてのレイヤーにこちらのロックを点灯した状態でスプリットを行うことで、取り除いたサウンドはロックのかかっていないレイヤーへと移動されます。テンポについてはサンプルとダウのテンポが異なる場合でも、インポートを行った段階でサンプルがダウのテンポとシンクするため特に設定の必要はありませんが、もしリグルーバーとダウ側のリズムが合っていない場合は、解析されたテンポに間違いがある可能性がありますので、サンプルの元の BPM を確認し、こちらの数値と異なっていれば、ダブルクリックをし、テンポを設定してあげることで、ズレが解消されます。再生については、現在はこちらのホストボタンが点灯しているため、DAW を再生すると連動してリグルーバーも再生されますが、意図したタイミングでのみ再生を行いたい場合は、こちらをオフにします。そして、それぞれのレイヤーでは個別のミニノートが設定されており、DAW 側で対応するミニノートを入力してあげることで、レイヤーごとに再生をコントロールすることが可能です。
次にエフェクトについてですが、こちらのエフェクツから各レイヤーごとに独立した4種類のエフェクトが適用可能です。エフェクトを適用させる場合は、まずエフェクトを使用したいレイヤーを選択後、任意のエフェクトを表示させ、こちらの電源ボタンを点灯させることでアクティブになります。またマスターエフェクトとしてリミッターが備わっており、画面上側のこちらからリミッターのオンオフが行えます。次にこちらのエディターについて解説を進めていきます。エディターはリズムサンプラータイプのサンプラーとなり、 C4 から D シャープ5の範囲のミディノートで各パッドを鳴らすことができます。各パッドのこちらからサンプルを読み込んだサンプルに対してサンプルの再生ポイントの設定、リバース設定、ボリュームエンベロープの設定、リズムサンプラーとしての基本的な機能が備わっています。もちろんこのエディターはレイヤーと連動させて使用することも可能です。レイヤー画面上の右下にあるエクスパッションキットのパッドは、先ほどのエディターで設定を行ったパッドとリンクしており、主にこちら側ではレイヤー上のサンプルを読み込ませることに使用します。レイヤー上の任意の波形をダブルクリックを行うと、このようにグレーで選択されますので、選択範囲の調整を行った後に選択範囲の下側へとマウスカーソルを持っていくと、このようにカーソルの表示が変わります。この状態でパッドへとドラッグをしてあげればインポートが可能となります。またこの方法でダウのオーディオトラックへとこのように貼り付けを行うことも可能ですので、個別のレイヤーのサウンドをオーディオとして手軽に使用することができます。その他のエクスポート機能としては、画面上側のこちらをドラッグすることで、現在アクティブになっているレイヤーがミックスされた状態で書き出されます。ミュートされているトラックはエクスポートの対象にはならないため、例えばキックのみを取り除きたい場合は、キックが含まれるレイヤーをミュートした状態でエクスポートを行うといったことが必要です。このようにリグルーバープロはループサンプルの活用の幅を大きく広げてくれるプラグインとなりますので、興味を持っていただけた方はぜひお試しいただければと思います。動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。